ブレナスローチェス大阪。いプロレスリングノア大阪大会へご来場のお客様、はじめまして、新日本プロレスロスインゴベルナーブレスデハポン内藤哲也です。今日は武藤圭司選手が来場するという情報をキャッチしたんで、俺も会場に来ましたよ。そういえば昔、武藤圭司選手の試合が見たくて、東京からここ大阪府立体育会館へ観戦に来たことがありました。1999年12月10日新日本プロレスバトルファイナル1999最終戦、チャンピオン武藤圭司選手対チャレンジャー天龍源一郎選手による IWGP ヘビー級選手権試合を観戦しにね。その試合に敗れた武藤圭司選手を見て、当時高校2年生だった俺は泣きそうになりながら会場を出てホテルに帰りましたよ。あれから23年と2ヶ月、まさか武藤圭司選手の引退試合の相手に指名されるとは思ってませんでしたよ。武藤圭司選手はおそらく引退試合で最高の作品を作ろうと思っていることでしょう。でも残念ながら俺にそのつもりはない。武藤圭司選手に干渉し、そして悔しい思いをしながらリングを降りていただきますよ。それが俺をプロレスに熱中させてくれた武藤圭司選手への最高の恩返しだと思ってるんでね。武藤圭司選手、ではでは次は2月21日東京ドームのリング上でまたお会いしましょう。アディオス。すごいことが起こりました。とんでもないこと起こりましたね。内藤選手プロレス少年の思い出、そしてトッププロレスラーとしての言葉、武藤選手の胸にも響いたと思いますよ、ね、うわー、そして来た来た、立ち上がる天才。ん？お。こっちかい、どっちだ。振り向いた。もう一度。はい、いつ
お気持ちを聞こうか今迷ってしまうぐらいでしたがよろしいですか。ぜひ。そうですね、はいはい。いやだけどなんかねノアのリングまでこう来ていただいて、うん、あの誠意を感じて嬉しいですよ。はい、2人のタッチこそありませんでしたけれども確実にもうボールは投げられましたね。そうですね、俺がね、俺の対戦相手内藤だって言った翌日に俺怪我しちゃってね、うん、今非常に苦しんでますよ、はい、なんとそれをその状態を知ってか知らずかこうして大阪ノアのリングを後にしているのは他でもない内藤哲也。男と男、世界と世界、交錯する瞬間と瞬間、白い歯を見せています内藤哲也。そして武藤圭司。武藤圭司入場。大選手のボイスキャプテンフライボディアタック。IWGP チャンピオンの武田だ。ゴールすることに決めました。武藤橋本長野というこのトップ三重士。橋本も三沢社長も引退試合してない、長野だとまだ引退してないし、ある意味背負ってできたらなぁなんと。内藤選手まだ通路いますよ。内藤熱い試合をやろうぜ。まあ俺の青春そのものですね。これはまさにデスティーの運命だなと思いました。俺との引退試合あたりを見て内藤に憧れた選手が生まれてきたらいいななんて思ったよね。4の字で武藤をギブアップ。武藤お前すげえ、シングルで決着つけろ。ビビってんのか。うわワールド、我の名は天草。一つになるっていうのはやっぱ武藤さんの存在があるからこそだと思うんで、より多くの人に影響を与えるレスラーで終わりたい。